なんだそれ、車が違うぞ。だよな。エリック2、これで十分だ。車が違うぞ。確かこれで十分だ。エリック2さんの車も大概だけどな。大概に山道走る車じゃない。明らかにトラックだけどな。ピックアップトラックをこう。てなんで小林さんこれ選んでんだよ。騙されたわけじゃないよな。いやー、スージさんのいいな、かっこいいな、やっぱ。あからさまに飛べる。へへへへ。そう、このあからさまなわざとらしいジャンプ台。あ、おい。セーフ。水汲み係のインターンのアシスタントとして雇ってやるからな。仕事は俺の車のタイヤ類だ。たまにご褒美として芳香剤の交換もさせてやる。俺の車笑えるなんて嬉しすぎて涙出るだろ。クソ。気遣いに感謝するよ。決まってるなこいつ。友達じゃねえか。お前、俺たちのおかげで、そう、借金生活をな。そうそうそう。よし、その調子だけ。うちちちちちちち。俺の後をついていったみんなが第三集だ。後ろ振り返る余裕ないけど大丈夫か、ついてきてるか。あんまりついてきてない。この辺ちょっと木が入り組んでて厳しいぞ。跳ねてる。本当にこっちで大丈夫なのか。俺は近道になってんのかこれ。いいぞ、行け。先どうぞ。お先お先。フィニッシュ。これフィニッシュなの。あ、フィニッシュだ。超早い。やべえ、お茶組係確定。水洗い係確定。芳香剤も買いさせてやんよ。たまに芳香剤書いてくれ。いや大丈夫だ、俺たちアレックスは個体にして相対だから大丈夫だ。大丈夫だ、俺がやっといたから。すごい、300キロぐらいで突っ込まれ。お、次のレースでいよいよレベルカンストでございます。あくまで勝ち負け関係ないんだ、神なんだ。なるほど。このレースが全てだぞ。おー、パーシェル出てんじゃん、4番。うわー、この調子だ。あー、曲がるぞ。血を譲っていい。まあここです、仲良くこうね、こうしたとなると。はい、これがスリップの力だ。おっと。おい、終わった。あぶねえ。大惨事。4つのアレックスの意志が急に輪を乱した。今まで安全運転とか言ってたやつ。俺がフォミさんこづいちゃって、でその俺をかわすために赤さんがあの俺に当たらなかった、当たらないようにかわしてくれたんだけど、完全にコースアウト。大惨事だ。盛り上がってまいりました。おもうまた 4人の3人の3人のマクラーレンが共有意志が一堂に会するとき何かが起こる。俺がアレックスだ。やばい、ここと X 勢が近づいてる。誰がアレックスの第一人格かで。ちょっと、おっ、アレックスの輪が乱れたぞ。アレックスの輪が乱れた。マジでこれ緊張する。よ、兄弟、さっきはよく当ててくれたな。よ、兄弟。やべ、目の目の。ちょっと。チラチラする。ふい。危ねえ。
対向車を。いや、よ兄弟。兄弟一応ついてないで NPC が中に入ってきたぞ。もう許さねえあいつら。あ、ちょっと NPC に1取られて、ハーシェルじゃんこいつ。俺の。まあ、確かにハーシェルは結構世話になったけど、セントルイスで。いつか、いつ、ついに俺の、あれ、一つのアレックスの集合意志が、構成因子、安全運転という言葉でお茶を濁してきたけど、コーナーの時に俺と一緒に行ったら、漏れなくみんな死ぬことになる。殺す気満々である。なんかドカポンでビリに落とされたやつがデビルになってる感じがする。デビル因子がちょっと発動してるかなって。最初の獲物は黒つばみ。やべえ兄弟、さっきのでいちいちじゃねえか。見逃してくれよ。しょうがねえな。ダメだ、ちょっと、マグナムになっちゃう、マグナム取る。あ、終わっちゃった。よし、俺たちアレックスの勝利だ。俺のダークアレックスが何も何もなせずに終わったんだ。最後事故ってるし。ダークアレックス、パンピーカーに完全敗北だわ。マジ、急にその、道幅広くなった瞬間にパンピーカー増えたんだよね。パンピーカーに5回ぐらい当たったんだけど。